せ！もらった！便利になったもんだ。
さすがだ。いや、それでこそお前だ。逆に行くな。フレンブラストル。何かありそうな部屋だ。ハンターの鑑定やつだ。前の部屋に戻ったか。ややこしい作りだ。オードバスター
これはこれは。そちらがゴミための王様で。驚いたな。俺でも手こずる女どもだってのに、二人を軽く倒しちまうってことは大当たりか。ダンテ。頼みの綱のネロも役に立たずじまいだ。スリー、ネロを連れてけ。余計なまねするな。ネロ行け。お前ら足でまずいだ。俺が足でまといだと舐めてんじゃねえぞ、だって。二人には働いてもらおう。俺がさらなる力を得るためにこの魔王に尽くせることを光栄に思え。それじゃそろそろ行くか。坊やには酷な仕事だ。おい、待て。まだ話は終わっ…いいから、休んでな。まあ一応、礼は言っとくぜ。
モードマスター。フィニッシュ。少し寝すぎた。肩慣らしするか。廃墟ばっかだな。町は賑やかに限るぜ。くせえな、ぶった切っとくか。
目指すか。これが一番早そうだ。崩れそうだな。めんどくせえ。おーら、かかってくれ。あらやつ。便利になったもんだ。さあ、どうぞお通りください。なんてことあるわけねえな。悪いが、勝ち筋は読めてるぜ。知らねえ中でもねえからよ。変わんねえな。たく。
手を詰めすぎたな。大丈夫か？あ、なんとかね。ダンテ、あの悪魔。今は無理するな。休んでろ。ダンテ！トリッシュを頼む。ダンテ、待て！度重なる敗北の果てに、その男。道を開けな、死にたい。くらえ、オールドアイ。うっとうしいぜ！まさかビビってんのか？ビビってんのか？こっちだ、来いよ。源流ってわけだな。
ってやるよ。気になったらぶったたけ。ほらな、血が流れ出した。オドバッサー。ケア。魔王様を待たせちゃ悪い。先を急ぐ。
かかってきな。これで終わりか。ずいぶん手の込んだ仕掛けだったな。驚いた。思ったよりそのままだ。便利になったもんだ。悪魔の力に目覚めたのはバージルにこいつで胸を刺された時だった。ずっと考えてた。親父がなぜ俺にリベリオンを与えたか。ああ今すぐ話すかそれ。俺も今まで散々いろんなやつに刺されてきたが、こんな日が来るとはな。いかれちまったのか魔王を倒すんだろな。おい自殺だお前バカ。ヤマトは人と魔の両者を分かつだとしたらリベリオンは。おいまさかスパーダを吸収してるの。
あんたなんだな。簡単にくたばるはずもねえか。じゃあ仕方ねえ、見せ場くれてやる。勝てよダンピー、絶対。分かってねえな。何も分かっていないのは貴様の方だ。ここから悪夢が始まる。どうにか、みんな無事みたいね。周りを見てくる。おい、
ユリゼンはどこに消えた？目的は何だ？クリフォだな。頂上だろう。違う、逆よ。だってクリフォトの頂上はここからずっと下にあるわ。人間の血は悪魔の力の源。クリフォトの吸った血は頂上で身をつけ、その禁断の果実は絶大な力を持つ。ムンデスもその果実を喰らい魔界の王になったとブイが教えてくれたわ。面白い話だが今は不要だ。居場所が分かりゃいい。よう、あんた、あのダンテだよな。あ、うん、その私はニコレッタ・ゴールドスタイン。やっと会えた。あ、ニール・ゴールドスタインの孫なんだ。 あんたが持ってるその銃を設計したガンスミスで、そのちょっと見せろよ。こればあちゃん。あんま似てねえな。ああ、残念ながら外見は父親に似ちまってね。その父の研究を元に開発した。ああ、そのあれプレゼントだ。ほら、二人の出会いを祝して。うん、受け取れ。もらっとくぜ。ダンテ、俺も行く。お前はやめとけ。おい、まだ足でまといってか。ざけんなよ。力なら手に入れた。こいつだ。違うぜネロ、そういう意味じゃない。行かせてやれ。これ以上は時間が惜しい。もう猶予はない。一刻も早く奴を追うべきだ。おい、お前も来る気かよ。俺には見届ける義務がある。そうか、好きにしな、ポエム野郎。ただしバラバラで別の道を行く。その方が効率がいいだろう。
じゃなくて下に行くんだっけか。いいね。頂上まで下るってややこしいな。いいね、暴れまくって。
気配。クソ魔王はもっと下か。
まだ先は長そうだな。